はい、こんにちは。スタイルバイルロームの高橋です。今日はですね、エディフィスからのお届けとなります。で、新宿店に今来てるんですけれども、ちょっとまた新商品が入ったということで、お店の中をちょっと覗こうかななんて思ってます。何が入ってるんですかね。最近すごい入荷が、おお、奇遇ですね。今日撮影ですか。あ、そう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 。何するんですか今日は。そう、あのエディフィスの新宿行って、あの新しいやつですか。そう、ね、またいろいろね、三浦さんに教えてもらおうかなっていう、じゃあちょっと予定あるけど一緒に行こうかな。予定あんの。大丈夫。とりあえず大丈夫、こっちが優先なんで。あ、本当。じゃあ覗きに行きましょうか。行きましょう。はい、じゃあ行きましょう。いや、なんか多分前の撮影からね、だいぶ時間が経ったけど、確かにだいぶ変わったね。春めいてますよ ね。あ、このシャツすっごい可愛いじゃないですか。はい、あ、これ着てるやつかな。あ、そう、かっこいいですね。使いやすそう。はい。ね、気づきました。あ、気づきました。気づいちゃいました。はい、気づきましたよ。いつの間に。びっくりしちゃった、びっくりしちゃった。びっくりしちゃって。これ何ですか。これオリジナルのシャツなんですけど。はい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 。まあ、すごくこう今年エディフィスでも人気がありまして、本当触ってもらうと分かるんですけど、200層って言われるかなりこう目の細かい、はい、そうですね、装置を使っていて、肌当たりも抜群で、すごい、ふわふわですね、はい、そうですよね。で、色のバリエーションもあるんで、ね、すごい、春めかしい、はい、春めかしい、そういう感じの二人で繰り返して、どれが、でもなんか大人っぽいですよね。あ、そうですね、カラーリングはちょっとスモーキーな感じでね、なんか本当上品な感じの色味ではありますよね。迷いそうですね。確かに。どれが人気ですか。人気あるのはね、この辺が、あ、へー、人気ありますね。ちょっとこうやっぱり定番の白とか黒と、黒というか紺とか、こういう感じよりはちょっとこういう色味があるものが、なるほど、春ですし。確かに、このいいですね、この。あとなんか本当に細かいデザインですけど、あの太番手のステッチ使ってるんで、ちょっとこうステッチワークの感じが、少しちょっと表情があるのと、あとはもうサイズ感着てもらうと分かると、ちょっとリラックス感のあるようなサイズ感なので、確かに、ちょっと落ちてますね。そうなんですよね、いい、ジャストルーズって言われるよ。はいはいはい、ここは言わないっていう、はい、顔を見せたじゃないですか。言わないっていう、言わない。いいですね、使いやすそう。続いて、これが、これなんですか、なんかカットソー、カットソー、 T シャツ、はい、ポロなんですけど、まあ、いわゆるこう、みんなが知ってるラコステ、あ、はい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 、一応別注で、別注だ、はい、別注なんですね。なんか襟があれですね、ない、そうなんですよ、いない、いない、そうですね、バンドカラーって言われる襟のやつで、色っぽくない、いいですね。なんか去年も別注やってたんですけど、去年は襟付きでこう全部フルボタンっていうのをやってたんですけど、今年はそれのバンドカラーにしていて、でなおかつこれなんか袖もなんか 4.5 分丈ぐらいの袖にしてるんで、なんかこう1枚で着てもなんかいわゆるポロシャツの短い感じっていうよりは少しこう今っぽいって言ったらあれですけど、確かにラコステって丈短いですよね。してるよね。なんかピーンってなっちゃうけど、ね、しかも同色、ここのロゴがさっき気づいたんですけど、うん、同じ色のワニじゃん。そうなんですよ。てか肌触りめちゃくちゃいいですね、でしかもクールマックスなんで、出ました、クールマックスってなった時の中もやっぱ吸水速乾に優れてるんで、うーん、へー、これは買った方がいいですよね。あ、僕に勧めてるの、はいはい、あ、そうなの。買っちゃうか、じゃあ。買って帰りましょうか。決まっちゃったよ、もうすでに。ありがとうございます。いいですね。で、あとこっちにも何かありますよね。こっちはあの前回も多分一回紹介してるルービーラン。はい。ルービーラン。あ、前のなんかスタイリングでおすすめの。おすすめの。はいはい。でやってたやつの、まあ、成果バージョンというか、夏春夏の夏寄りの感じの別注になっていて、でこれもこう同じ釣り網機を使っていて、空気を含んでっていう形なので、すごくこうふわっとした質感で、なんかこう生産性求められる時代にあえてこう
全然生産性は良くないんだけど、うん、クラフトマンシップあふれるみたいな生地で作っていただいてるっていう。ちょっと触ってみていいですか？もちろん。あ、でも確かになんか前の秋冬で出てた時よりは柔らかくなってますね、うん、そうですね、これ結構しっかりしてましたよね。なんかでも半袖スウェットって普通ね、うん、どのタイミングで着ていいかってわからないじゃないですか。着方とかね、ちょっと難しそうな感じがするんですけど、でも本当生地感的には T シャツに近い感じなので、うんうん、スウェットというよりは、ね、なんで T シャツ感覚で全然着てもらえるような、うんうん、そういった感じになってます。ただ見え方のこういったガゼットだったりとか、まあ、スウェットのディティールちゃんと残しながらみたいな感じなので、うんうんうん、割と本当にさらっと着ていただいて、うん、で生地感良くて、うん、でなおかつこういうディティールっていうところはちゃんと残ってますよみたいな感じですかね。1枚でもインナーでもいいですね。もちろん半袖スウェット着てますかは別に出ないですね。全然出ないですね、うんうん、しかも半袖スウェットってあんま珍しいんで、なんかそういうところもいいかな、うん、インラインでもほとんどないみたいな。うん、あ、そうなんですね。そうですね。古着だったらね、なんか半袖スウェットみたいな、カレッジのみたいなのありますけど、うんうんうん、大人ですね、これ。そうですね。そうなんです。これも一応他にも色もあって、うんうん、はいはいはい。グレーとエビですかね。なるほどね。あとベージュが本当はあるんです。ベージュも良さそうですね。これもさっきの話じゃないけど、うんうん、やっぱ同色にしてるんで、ロゴの感じがこう目立ちづらいんで、うんうん、はい、なんかビジネスとかでもこれも使えちゃうみたいな。ほう、兼用だ、兼用だ、兼用ですよ、はい、すごい空間ですね。なんか前と多分全然変わってるんじゃないかな、うん、いやもう面影全然わかんないですよ。すごい、ヴィンテージショップみたいな。ちょうど本当に3月の26日かな、うんうんうん、からこうちょっと2階をリリースマテリオっていう、うんうん、さっき間違えたもんね、マテリアルって申し訳ございませんでした。ちょっと案内してください。FM みたいになっちゃった。そうですね。なんかこう、あの昔ファイヤー通りに、渋谷のファイヤー通りにあったお店があるんですけど、それをちょっとこう現代風に、はいはいはい、あの復刻ブランドをまたやり始めた。すごい、これとかすごい、すごいですね。ちょっとフレンチワークみたいなのを主軸にしながら、フレンチワークね、はい、このデザイナーさんみたいなのが、うん、ウティだったり、あ、ブラウスだったりとか、はいはいはい、のデザイナーさんにオリジナル作ってもらってる。すごい、そうなんですよ、そう、すごいことだよ、すごくないですか、うん、いいな、いいテンションが上がり始めた。いいね、でも本当に生地とかも全部背景あって、生産あのプロダクト自体のもの背景っていうのがすごくて、すごい、インセックスでも着れそうな、あ、そうですね、はい、いけそうですよね、はい、女性の方がこういう風に買われてくれてありますし、これいいな、このブルーかわいい、あ、着てそう、本当ですか、え、めっちゃかわいい、素敵ですね、全然雰囲気やっぱ違いますね、てか世界観がすごい、そうですね、出てますね、重機もすごいいいですね。いや本当に素敵ですね。あのやっぱり、店頭で接客をしていてても、やっぱりこう昨今のこうビジネススタイルってかなりカジュアル化が進んでいて、なのでこういったちょっとバンドカラーを今年、まあ、去年の終わりぐらいからやっぱりこう選ばれる方すごく多くて、なんで本当にこう 2,3 年前だとこういうビジネススタイルってあんまりこういいとされてなかったかもしれないですけど、今年はこうちょっとあえてこういうバンドカラーっていうのを選んでいただくっていうのが個人的にはすごくおすすめかなと思います。はい、という感じでもうコーディネートまでも仕上げてもらって、はい、今ね解説していただきましたけれども、はい、もうさっきと全然、いや、もうキャラ違いますね、やばい、もうキャラ変して逆ビフォーアフターみたいな、確かに、ね、あ、本当ですか、はい、かっこいいですか、はい、ちょっと一周回ってきたらとてもでも、今日はじゃあこの辺で終わりにして、そうですね、コリドあたりに行っていただいて、そうですね、1時間ぐらいあった方がいいですか、ね、そうです、これくらいあれば、はい、まあでも本当素敵に仕上げていただきましたね、うん、着用しているアイテムの詳細は概要欄に載せておきますので、そちらをご覧いただければと思います。今回初めてね、こういうショッピングツアーみたいな感じでやったけど、はい、うんうんうん、どうでした？いいですよね、なんかいろいろ見れてテンションが上がりますね、うん、ねえ、うん、皆さんもねちょっとこうショッピング感覚を楽しめたんじゃないでしょうか、うん、はい、はい、予定大丈夫、あ、予定ちょっと、あ、ね、予定すれば、それもいいんで、じゃあちょっと行こう、行ってらっしゃい、はい、もう行って
止めてくれない予定はございません。あ、予定なかったね。はい、はい、じゃあ今日は以上で動画を終わりたいと思います、はい、チャンネル登録とよろしければ高評価もお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかモテそうみたいな話してたから1時間ぐらいどこ行くわけじゃないですか。ああ、いや1時間ぐらいなんか、うん、そう移動しようかなみたいな。ああ、ポリドーではなかった。ポリドーではなかった。新しい問いの名前かなびっくりした。高津戸さん的ポジションでした。いや確かに、やばい。そうですね、コメント面白かったね。